こんにちは、直樹です。今日もね、ロマンシングサガユニバースやっていこうと思います。で、私完全無課金で、今でちょうど3日目くらいかな、今現時点でね、動画撮ってるので、どこまで強くなったかっていうと、まあ戦闘力もね、かなり高くなって、かつ装備もね、 SS を2突してました。あれ2突はい。で、今日はさらに、ガチャ、無料ガチャなんだけども、やっていこうと思います。早速ね、回しておきましょう。25連ガチャね。で、もう SS1 体は確定してるので、まあ2体はね、確定合わせて2体はちょっと欲しいなと思ってます。じゃあ早速ね、回していきましょう。あ、変わんないか。ダメだね、これスキップしようね。ミリアム、もうなんかね、同じキャラしか出てこないのよ。はい、そしたらやってみましょう。あ、これいいかもしれないね。来るか。お、来た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 。あ、来た来た、もう確実ね、SS だね。よし、これで2体くらいいきなりボーンと来ると嬉しいんだけどな。あ、全然違う。うわぁ、うわぁ、違うよ、違う。え、あ、来た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 。あ、でもこれはあれだね、サガサークレットじゃなくて、私これはやってないんだ。エリザベートだって。これ強いのかな。はい、ということで、あと1回できんのかな。あ、ちゃんちゃんちゃん、20回だから、ちょっとここは単発なんでね、ペチペチ行きましょうか。はい。あ、サガスカーレットか、さっきの。ごめん、ちょっとサガスカーレットとかやってないんで、私基本ね、あれ？私基本ね、ロマンシングサガの2が好きなのよ、すごい。だから、昔の動画でも、7英雄、あれ？うわ！来た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 。これ何？おー、ジニーだって。お、なんか神引きしてるぞ。神引きしてるぞ。2体以上欲しいって言ったけども、これで確実に2体以上だもんね。あ、これはダメか。ダメですか。何が来る。あ、シーフだ。これは1位だね。で、最後、はい、これは普通にハズレかな。はい、神引き？これあれか、グレンじゃなくて。全然違う。あ、またミリアム出た。おお、超、超神引きじゃん。おお、すげえ。で、最後に、2体以上出れば、メッケモノって話だったんだけど、ここでもう3体出たね。なので、もう十分だよね。もう戦力にかなりなるって話だから。もうこれはもう決定なんだね。さあ、この10連で何が出るかな。ブルー、かぶってんな。かぶってんな。かぶってんな。かぶってないけど、いらない。かぶってんな。もう、かぶりまくりじゃん。でも、一体は、よし。これは誰だ？あれだ、アルベルト？かな？この動画だと。動画っていうか、画像だと。よし、ほら、切った。これどれが強いんだろうな。これは後でちょっと、ウィキ見て、どのキャラが強いかっていうのを見よう。すごいな。
なんか超神引きじゃん。おー、すっげーで、今ね、まだ3日間くらいしか経ってないって話なんだけども、ちょっと見てもらえるかな。はい。で、ここをちょっとわざと変更しようか。で、そうすると実は、アルカイザーがね、出てるんだね。で、あとは、多分これ動画にしてなかったと思うんだけども、ディアナが仲間になって、SS もね、ジュリー仲間になって、これはもうヘクターは昔からで、ジェラールも、最初からもらえるやつだね。このキドランと村長さんだっけか、町長さんも、イベントでもらえるので、で、モニカももらえるんだけども、このミカエルは、ガチャだったかな。はい。でもなんかウィキ見たら、この、ブッチャーとかも使えないらしいので、で、ギュスターブもね、これも初期の SS だからなのかな。で、今日出たのがエリザベートでね。で、あとはジニーと、はい、ミリアムだね。いや、超神引きじゃん、無課金で。はい、そういうわけでね、本日の動画これで終わりにします。これでね、楽に戦えるんじゃないかなと思います。あとはウィキを見ながらね、ちょっと編成していこうかなと思います。それではおやすみなさい。